こんにちは、トイズガオです。はい、ちょっとね、訂正とあと雑談というか、今後レビューしたいものが引っ張り出したらありましたんで、ちょっと紹介していこうかなと思います。まずね、このダークバイザー2倍、まあレビューというかね、動作確認というかやりましたけども、ちょっと見落としというかね、一個やってなかったことがあって、このアローモードでね、このように弓を開いて、このここがね、先っちょになってアローモードっていうのがあると言ったんですけども、音声がないですねみたいなことを言ったんですけども、ここですね、あのコメントをいただきまして、ここを押すと音が鳴るよと。このトリガーのちょうどこっち側ですね、これを押すと鳴って光りますよっていうね、コメントをいただきましたので、はい、これが射撃音ですね。はい、これがアローモードで、ここを押せばなります。訂正はそれだけですね。これでアローモードでもバンバン遊べますね。はい、一応これはここを押すということですね。はい、剣撃音と射撃音で音が違いますね。いずれもここが光ります。はい、これこちら以上です。はい、そしてですね、あのこの前のね、お買い物動画、こちらのダークバイザー2倍とかと一緒に買ったものをね、いろいろ紹介した時に、テリトーの特撮のおもちゃとかはね、ちょっとあんまり世に出てなくて高いと、お値段がお高めなんでね、あんまり手が出ないですと、あんまりレビューできないですねみたいな話をしましたけども、ちょっとね、過去に買ったものがあったんで引っ張り出してきました。こちらとこちらですね。これが調整艦隊セイザー X の教えてカプセイザー G2、 カプセイザー G2 なんですけども、これがね、カードなしで、コスモカプセルっていうのがあるんですけど、コスモカプセルもついてなくて、108円で買ったものですね。で、こちらが、トミカヒーローレスキューファイヤーのこの変身アイテムなんですけども、通常はロボットになっていてナビをしてくれたりねするんですけども、ここがね、これを変形させるとメガホンになって、これでね、ギアチェンジみたいなのがついていて、これで変身します。そしてここがね、光ったりで、ここにね、赤外線通信がついていて、まあ連動してね、遊べたりもするんですけど、かなり他のものがあればめっちゃ楽しく遊べるんですけどね。とりあえずこの変身アイテムだけ、これもね、割と安かったと思うんですけど、ちょっと忘れちゃいました。ちょこっとだけ遊びましたね。で、このカプセイザー G2 がですね、出してみると、このね、写真にある、写真とちょっと違うんですけどもね、ここの耳っていうか、このアンテナみたいなところがね、そっくりないんですよね。なので安かったんだろうと思うんですけども、まあこんな感じなんでね、カードもないし、一番大事なアイテムのコスモカプセルというものもないので、レビューはできないですね。動作確認みたいな、ちょこっと遊んでみた的なね、そんなことぐらいしかできないですね。はい、で、あとその調整艦隊セイザー X のアイテムで、このナックルライザーというんですけども、これ多分ね、両手に何かあると思うんです。右手と左手に何か装着すると思うんですけど、それのどっち側か分かんないんですけども、で、ここのね、
ここにチップがありますけど、これね、認識ピンがあって、これと連動できるんですね。ちょっとやってみましょうかね。でこれね、普通にボタンを押すと、はい、このような音声が鳴るんですけどもね。まあ一番欲しいのはこのね、コスモカプセルといってね、いろんなのがあるんですよ。こういう、ウルフとか、シャークとか。あれ、これね、コスモカプセルが通常は付いてるみたいですね。1個。で、カードが6枚あって、セイザーチップっていう、こういうのですね。こういうのが付いてるみたいなんですけども、こちらはジャンク品なので100円で売っていたのでこれが付いていないと。はい、ではこれ入れてみましょう。どういう音声が鳴るのか、ちょっと僕もやってみたことがないので。なんかいましたね。ライオって言ってるんですかね。ライオ、敵をやっつけろ。ライオセイザーのライオなんで、ライオなんですかね。主人公がライオで、で、2番手がイーグルですね。アドルイーグルとかいうのが出てきますね。で、3番手がビートルですね。三浦さん、アンク役の方ですね。オーズのアンクの方が、その3番手のビートルセイザーをやってますね。で、このライオは主人公で。元気ですか？はい、こんないろいろ喋ったりしますね。これを入れると結構喋ったり、ここが光ったりするんですね。これは面白いですね。はい、こんな感じでね、喋ったりします。で、こっちがですね、変身アイテムなんですけども、もう使い方がわかんないです。ボタンがここと、こことここですね。はい、わかんないです。ちょっとね、調べたいと思います。で、これを外して、外すとここは閉まるんですけど、で、これをセットすると、ここが開きますね。はい、ということで、セイザー X のね、アイテムはこんな感じですね。そしてこれが、トミカヒーローレスキューファイヤーの、名前もちょっとわからないですけども、なんとかメガホン。電源を入れます。なんて言ってるんですかね、これ。で、トリガーを押すとなんか喋るんですかね。そうそう、これね、ここにマイクがあって、喋りかけると、なんか反応するんですよね。ああ。はい、このように、
ここに喋りかけるとこっちも喋ります。まだまだだね、はい、はい、ではこれをね変形させて変身。着想で着想でここにね話しかけると返信しますね。あ、発信ファイナルレスキュー合体返信いくぞ爆裂的に進化せよ。はい、まあいろいろ喋ってくれます。ちょっとこれも説明書がないんでよくわからないんで後でね調べてみたいと思います。まあこのようにねテレビ東京の特撮のアイテムもねいろいろやりたいと言っていたんですが結構ね探してみたらありました。なのでまあちょっとね本レビューみたいにねちゃんとしたレビューにはならないと思うんですけど、まあどこまでできるかわかんないんですけど、ちょっとねいろいろとまた連動商品をねこのまあこれだったらコスモカプセルとかねまあ探してみてねまあいろいろ集まったらちょっとやってみたいなと思うんですけどもね、今のところちょっとね難しいなと思います。近況としてはそんな感じで、あとね手の方なんですけどちょっと今包帯を取りました。やっぱ包帯してるとねまあ痛々しいっていうのもあるんですけども、まあこれでもね十分痛々しいですけどもまあちょっとね傷口の方はね塞がってきてちょっとかさぶたみたいになってねいるんですけども、まだ放っておくと血がちょこちょこっと出たりするんでまだねガーゼとか欠かせないんですけどもね、もうちょっとしたら絆創膏だけで良くなるみたいなんで、ちょっとねやっぱ包帯を巻くとね巻き方によって結構圧迫しちゃって血の流れが悪くなっちゃうのであんまり良くないなと思って今ねテープだけでガーゼを押さえてますけども、まだちょっとねお見苦しい感じになってますけども、早いとこちょっと取っちゃいたいですけども、絆創膏ぐらいで済めばそれでいいんですけどもね、まあ、もうちょっとね、まあ、あんまり手は映らないように頑張ってやってますんで頑張って直したいと思います。はい、ということでね今回は、このダークバイザッツバイの訂正と、テレ東の特撮のアイテムがこれだけ引っ張り出したらありましたという、あとね、手の方がね、まあちょっとずつ治ってきていますという話でした。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。ツイッターもやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。